ハル・ハートリーはアメリカ合衆国ニューヨーク州出身の映画監督、脚本家、映画プロデューサー。インデペンデント映画界で有名。パートナーは日本人女優の二階堂美穂でハートリー作品によく出演している。2000年以降、日本では未公開になる作品が多かったが、2014年に中編、話変わってが、2018年にはフェイグリムとネットライフルが、 劇場公開された。2018年現在、長編作品で日本未公開なのは、ノーサッチシングとザガール・フロム・マンデーの2本である。長編作品の合間には、短編やミュージックビデオ、舞台などの演出も行っている。また自身の監督作の音楽も手掛けており、90年代半ばまでは、ネットライフルという筆名を使っていた。1959年11月3日、 ニューヨーク州ロングアイランド、リンデンハースト生まれ、4人兄弟の三男で、兄2人と妹がいる。11歳の時に母親が死去し、その後は妹と親戚の家で暮らす。1977年6月に地元のリンデンハースト高校を卒業。絵画に興味を持ちボストンのマサチューセッツ美術大学に入学。そこで映画制作に触れる。その後、 学資金を稼ぐためニューヨークに戻りデパートの本屋やカメラ売り場で働きながら数本の8ミリメートル映画を自主制作する。1980年9月から1984年5月までニューヨーク州立大学パーチェス校で映画制作を専攻する。アラブアバキアンの下で脚本と演出について学びながらルネサンス文学と哲学を学ぶ。 短編から彼のほとんどの作品の撮影の担当をしているマイケル・スピラーはこの時のクラスメイトである。在学中に後に彼の作品に携わることになるスタッフや俳優と出会う。卒業制作としてマイケル・スピラーと共同で33分の短編映画キットを作成する。卒業後は父親の建設会社で働きながらザ・カーターグロファー、S ガールフレンド、 ドックスの2本の短編を監督。1988年に初の長編映画、ニューヨークラブストーリーを制作。キャストのロバート・ジョン・バークや撮影のマイケル・スピラーらの大学時代の仲間と共に、ハートリーは監督、脚本、編集の3役をこなした。制作費7万5000ドル、地元リンデンファーストで11日間という短期間で撮影された低予算映画ながらも、 映画祭では高く評価される。1990年にサンダンス映画祭で審査員大賞にノミネートされた。1990年に長編2作目となるトラストミーを発表。前作で実力が評価され、イギリスの制作会社ゼニスの援助を受けて制作され、各国の映画祭で高評価を得た。この2作に出演したエドリアン・シェリーの出世作となる。百九十一年には、 アメリカのテレビ局 TBS による新進気鋭の映画監督の実験的短編作品を放送する番組アライブフロムオフセンターでアンビションとセオリーオブアチーブメントの2本の短編を制作。同じく PBS のアンソロジー番組アメリカンプレイハウスでは57分のサバイビングデザイアを制作した。この3本は日本でもハルハートリー短編集としてビデオ発売された。 翌年1992年には長編3作目シンプル面を発表し、格好たるファンを確立することになる。この作品は第45回カンヌ国際映画祭でも上映された。その後も愛、アマチュア、フラートと立て続けに長編作品を発表。フラートでは東京オロケも行われた。1996年にフラートに出演した。 日本人女優の二階堂美穂と結婚。1997年、長編、ヘンリー・フールを制作。1998年度カンヌ国際映画祭で脚本賞を受賞。また、これまでネットライフル名義で自作品の音楽を手掛けてきたが、本作品では本名でクレジットされている。1998年、フランスのテレビ向けに、ブック・オブ・ライフを制作。 全編デジタルビデオで撮影された。過去に、ハートリー作品に音楽を提供したことのある PJ、ハーベイやヨラテン語といったミュージシャンが出演しているほか、作家ウィリアム・エズ・バローズも、声のみ参加している。日本ではワウワウで放送され、アップリンクから、DVD も発売された。2000年には、ドイツの TV 番組、エロティック・テイルズの一編、着物を監督。主演は、監督夫人である。 二階堂美穂で彼女が当時英語のセリフに不慣れだったため一切のセリフを廃した作品である2001年には現代版美女と野獣とも言うべき作品ノーサッチシングを発表この作品では制作総指揮を務めたフランシス・フォード・コッポラの炎上とユナイテッド・アーティストとの配給契約によりこれまでより多くの制作資金も得た予算の増加によりキャストには 怪物役のロバート・ジョン・バーク以外は、サラポーリー、ヘレン・ミレン、ジュリー・クリスティのような有名俳優を起用し、マーク・ラ・バポートによる特殊メイクやアイスランドでのロケなどを実現し、ハートリー監督作品の中では最も規模の大きな映画となった。だが、第54回カンヌ国際映画祭のある試験部門で上映されたものの、高評価は得られなかった。ノーサッチ・シングの商業的失敗の 映画配給ポッシブルフィルムズを設立する。次回作があらかじめ低予算かつ実験的作品になると分かっていたため、自由に作品作りを行うためである。そして2005年に制作されたのがザガール・フロム・マンデーである。企業に管理された未来社会を描いたハートリー監督発の SF 作品で DVD の販売はポッシブルフィルムズが行った。 また1994年から2004年の間に制作された短編を収録した DVD ポッシブルフィルムズも発売された。2005年から一時的にドイツ、ベルリンに移住。翌年2006年にヘンリー・フールの続編フェイグリムを制作。パーカー・ポージー主演のスパイスリラーでベルリン、パリ、イスタンブールなどで国際的なロケが行われた。 2006年度トロント国際映画祭で上映された。あと、2007年5月18日にアメリカで劇場公開。その数日後の5月22日に DVD が発売された。2008年に作曲家、ルイ・アンドリーセンによるダンテの新曲を元にしたオペラ舞台、ラコンメディアの演出を手掛ける。ルイ・アンドリーセンとは短編、ザニューマスでも一緒に仕事をしている。アトムエゴヤン。 フリオメデムなど6人の監督によるオムニバス映画ムービング・ザ・アーツの一編の監督、脚本を担当し2010年にドイツでの公開が予定されていたが制作資金を得ることができず企画倒れとなった。2012年にボルチモアの劇場センターステージが企画し、50人の劇作家が執筆した脚本を元にした連作シリーズマイ・アメリカの演出を手掛ける。 2014年には21エピソードを抜粋したオムニバス作品マイ・アメリカを発表した2014年ヘンリー・フール・フェイグリムの続編でヘンリー・フール・トリロジーの完結編となる長編ネットライフルを制作制作資金はクラウドファンディングで集められた同作はベルリン国際映画祭のパノラマ部門に出品されエキュメニカル審査員賞を受賞したこれまでに ヘンリー・フールまでの6本の日本劇場、公開作品と91年制作の3本の短編を収録した、ハル・ハートリー短編集のビデオと、ブック・オブ・ライフは、ビデオと DVD が発売された。VHS ビデオは、廃盤となり、日本版 DVD は発売されていなかったが、2014年に、シンプルメーン、アンビリーバブル・トゥルース、話し変わって、愛、アマチュアの諸作品が販売された。 淀川長春著、淀川長春のシネマトークマガジンハウス1999年、ISBN 48億3870万5514、PP274 から275 27、ありがとうございます。